ダムリゾートチャンネル始まりよ。レッツゴーベイビーパオー。まあ今日はうまくいった、決まったね。なんかマネージャーがついたらしいから、ちょっと気持ちが上がってきた。気持ちよかった。それはいい効果になりましたね。いい効果です、ね。え、三村さんはケンタッキーフライドチキン、はい、ケンタッキーフライドチキン犬だし、犬だし、ケンタッキー犬ですから。さあ今日の担当はみこし。はい、私が行ってきました、ね。おー、さあディレクターは誰だろう。ディレクターはニッチさん。え、初めまして。初めてここで初めましてってことあんの。デビュー。ニッキー、ニッキー、ニッキー、ニッキーっていう名前なの。どういう字。人間に鼻関節。うんうん。木は木村拓哉さんの木です。木村拓哉さんの木じゃない。樹木の木でいいだろ。木で、ナイス、普通の木でいいだろ。じゃあ見てみよう。どこに行ったんですか、はい。今回私がやってきたのはこちらです。アクティビティ満載のグランピング施設へ行ってみた。いいよ。これからさ、はい、やっぱ冬に向かっていくから、うん、こういった施設もどういうことになっていくのかね。そう、だからプールとかじゃないもんね。そうそうそう、はい、そうです、うん。見ましょうか、はい、じゃあ、はい、はい、それでは VTR どうぞ。三村さん、大竹さん、こんにちは。みこしです。ね、もう長袖だし。今回は千葉県長生郡にあるグランピング施設を紹介します。はい。そしてなんと今日は晴れてます。うん、もうでも夏じゃないかな。冬の時期にグランピングってどうなのって思うかとは思うんですが、思います。こちら着きました。ダウン着ながらね。ラブリゾートさんです。はい、東京から約1時間半、千葉県長生郡にある廃校を利用した施設になります。廃校。はい、早速中入っていきたいと思います。すごいじゃん、学校なんだ。前の方に見えてきました。すごい丸いテントがたくさん並んでますね。はい、宿泊施設は3種類あり、人数や目的によって選べます。入っていきたいと思います。オープン。おー、広い。わあ、急に部屋。はい、今年3月に誕生した人気のテントで最大5名まで宿泊可能です。あったかいのね。暖房がしっかり効いてますね。外からも見えるのか。こんなところから。そうですね、一応あのカーテンがあるので、はい、閉めることもできます。昼はちょっとここ座るの恥ずかしいかもしれない。結構丸見えだもんね。めっちゃ撮られてます。すごい撮られてます。特に景色もね、見るやつじゃないかな。着きました。なんか一軒家みたいな雰囲気があります。うん、じゃあ中に行きたいと思います。よいしょ、お邪魔します。あ、すごい広い。あら、いわゆる普通の。ベッドが2つ並んでます。はい、すごい広いですね、ここ。ファミリーにおすすめの私の部屋の3倍くらいあります。ベッドが2台あって、ソファーがあって、ベッドも一緒に泊まることができます。住みやすそうなお部屋ですね。で、同じように喋ってる。そうなんだ、なんでかぶしてきたの。意外ときます。すいません。両方聞こえなかった。そうだった。はい、どうですか、ちょっと畳じわがすごいけどいいかな。はい、畳じわがすごいけど。いつも着付けをやってる。はい、素材チェック。じわで一回シャーってやったらいいよ。僕もやってもらっていいですか。あ、はい、大丈夫です。日記ね。失礼します。はい、スチーマーで一回やった方がいいって。畳じわこんなのある。持ってないんですよ。落ち着きます。興奮してんじゃん。落ち着きますか。落ち着きます。よかったです、それは。上着の方も、はい、失礼します。初めてじゃねえんだ。触ったことあるだろ。本当ですね。初めてじゃねえ。気持ちいい感じです。いざといただいてます。はい、すいません。これずっと使うのまま離さない。離さないですね。ずっと使う。チェックします。なんでインサートなの。3、2、1。すごい。今のはいいカットですね。めっちゃ跳ねましたこれ。いい感じの硬さです。スロー、もうスロー状態ですね、ここは。は
い、コテージにはバスタブ付きのバスルームが完備されてます、うん、はい、綺麗でした。他にもエアコンや冷蔵庫が完備されたベルテント型の宿泊施設もあります。ここはなんとお部屋だけじゃないんですよ。まだまだあるのでちょっと行ってみましょう。はい、バブリゾートさんではさまざまなアクティビティが体験できます。ヤギに餌やりとか、はい、ここはいろんなアクティビティが楽しめるんですけど、こちらがハンターエリアです。はい、アーチェリーと斧投げが楽しめるアクティビティエリアです。何それ、なんだよこれ。そうなんです、斧投げって本格的なアーチェリーをやりました。いきます。これ指導者は特にいなくて、あ、でも施設の方に教えてもらいましたやり方。うおお、え、意外と意外と入った、うん、意外とできちゃいました。今これグループでこう競争するのね。見えてきました、はい、楽しみます。すごい近くで見るとすごい迫力あるんですけど、なんと学校の壁をボルダリングにしてるっていうことですかね。はい、ウォールクライミングで高さ12メートルの壁を。なんか赤ちゃんの絵がね、そうなんですよ、結構おしゃれな感じの。怖いって言うんじゃない。すごい、本当にめっちゃ高いんですけど、これ登れるんですかね。ちょっと怖えな、怖い。そうなんですよ、近くで見たら結構大きくて。結構高いですね。赤ちゃんに登っていく感じですね。はい、頂上まで行きました。うん、一発。はい、これ降りるとき怖いよな、これ。よいしょ。怖くないんだよ、高いとこ。私結構得意ですね。全然平気そうだね。すごい怖いんですけど楽しかったです。怖くないだろ。夢ちょっと怖かったですね、頂上まで行ったら。全然怖い感じなかったよ。、うん、どれだ、リアクション薄っ。はい、やりましたみたいな。はい、はい、水着着用で入れるドラム缶風呂もあります。お湯を直接入れてるので熱すぎる心配はないです。着替えてきます。不思議な空間を楽しむんだろうな、これ。そうだろうな、うん、そうですね、日常じゃない。着替えました。今日のポイントはこのリボンと、まあ、が何柄ですかね。まさかポイントがリボンだった。ダルミシアン柄の早速入ってます。はい、あの今までの水着よりは全然いいです。あ、いいですか、ちょっと生地を。もうそのまま行っちゃいます。ベロワみたいなやつより。これは怖いですね。股間バンだね。怪我するやつですね、これ。結構深い。そう、120cm。もっと手前に行ったらね、バンですよね。危なかったです。ぴったりだ。ぴったりの無人島に来た気持ちになりました。なんで入ってるんですか。婚約ですね。婚約気分を味わいました。こういう遊びもできることでしょうね。いいやね、直接触られる心配もなく。竹さん、いかがでしたか。こちらのバブリゾートさんは一人一泊2万5000円からということなので、ぜひご家族で来てみてはいかがでしょうか。じゃあ星5お願いします。これは楽しそうですね。そこなんか、なんだろうな、もう全く日常と違うみたいな、ね、そうですね。テントみたいな中に入って、外のテント見たら、あそこにも人いんな、あそこにも人いんなみたいなことになる。あ、結構人気があったので、うん、ロケ中も結構何組か泊まりに来てる方。風呂もこうやって使ってる前でこう並ばれて、早くしてプレッシャーだよ。慌てて出るみたいな。もう出ようかなとかね。やっぱもう一回行こうっていう勇気ないもんね。アクティビティは季節ごとに変わるので、うん、何度行っても楽しめる感じですね。なるほどね、うん、それでは今回の私のリポート星いくつでしょうか。ですか。片身じわの問題もありましたしね。片身じわがね。あれは本当にごめんなさい。土
チームを買うってことを覚えとかないといけない、ね、そうですね次回までにちゃんとゲットします、ねうん、ってことで星3かね。そうですねそんなですか星さん結構アクティビティ惜しいところはあったのよその、うん、ベッドに寝っ転がってたあのシーンとか、はい、意外とこう生地が少なめの水着とかねあの深いとか深いとかお湯が、うんうんうん、3でしょうか3でいいですはい、はいはい、では次回も楽しみにしていてくださいではここでお待ちかねプレゼント情報今回はこちらの番組オリジナルグッズをプレゼントしちゃうよ応募方法は番組ホームページからこの後発表される当選番号と必要事項を明記の上ご応募ください今週の当選番号は